Bloody Monday。 高血糖ライダーのリターナーです。今週も血糖値を測っていこうと思います。先日ツイッターをね、夜眺めていたら、なんか中華をね食べてる人の、まあ、画像とかね、お話がいろいろと重なって出てきたんですよ。まあそれを見ててね、あ、中華久しぶりに食べたいなという気持ちになりましたので、今回は中華を食べて血糖値がどれぐらい上がるのかということを検証してみようかなと思います。行ったのはですね、うちの近所にある大福源、これ千葉県に何店舗かあるんですけど、まあ、中国人がねやってる本格的なこう中華居酒屋というか、うん、そういうお店、名前はねいろいろあるんだけど、まあ、何種類かあると思うんですよ、うん、でその中の一つで大福源というのがありまして、でこれね、まあその手の店全般に言えることなんだけど、盛りが多い、うん、だから一人で行くと大体持て余して、二人で行ってもちょっと、うん、量が多いかなっていうことが多々あって、だから何種類も食べたいんだけどあんまり頼めないんですよね。まあ幸いというか、なんというかね、糖尿病になって炭水化物を食べませんから、麺類とかね、あとチャーハンとかね、そういうご飯物を食べないと、まあおかずだけだったら何品か食えるかなっていう感じだと思います。そういうわけでね、あの中華に行って、炭水化物以外のものを食べようと思います。ルールとしてはね、とにかく腹いっぱい食べるということを、まあ、リミットとしました、うん、まあ、炭水化物的なものは食べないっていうことで、腹いっぱい食べてどれぐらい血糖値が上がるかなと、まあ、もちろんね、その調味料とかね、あと、まあ、例えば餃子だったらその皮に炭水化物が含まれてますから、まあ、そういうのはあるんですけど、いわゆるメインのご飯とかね、麺類とか、うん、そういったものだけはやめておこうと。まずおすすめメニューにね、海鮮の豆腐サラダっていうのがありましたから、これは頼みました、うん、野菜的なものをちょっと多めにね最近食べるようにしてますので、豆腐でサラダで、しかも海鮮なので体に悪いことはなかろうということで、これを注文してます。あと必ず僕ね、中華行くとホイコーロー頼んじゃうんですよね。まあこのホイコーローは頼みましたね。で奥さんがどうしても餃子を食べたいというので注文したんですが、ここの棒餃子はねちょっと大きめなので、まあ5本来たんですけど、それを半分ずつ食べるとまあまあの糖質になってしまうと思うので1本だけもらいました。そしてこれまた定番のバンバンジーと、あと飲み物はねノンアルコールビールをいただきますと。まあまあの量ですよね、ここまででも、うん、だからまあまあお腹はいっぱいになったんですけど、はい、本日のメインイベントです。これをね食べようと思って来たようなもんですよ。え、麺食べないって言ってたのにどういうことって思った人いると思うんですけど、これはね豆腐カンスといって、なんとかまあ高野豆腐を麺にしたようなものと思ってもらえればいいかな、うん、だからこれ自体は麺ではあるんだけど、小麦粉で作られているわけではなく大豆由来の麺なんですね。まあ豆腐、乾燥した、まあ、高野豆腐みたいなものを、まあ、細く切って作られた麺なわけです。だから豆腐の一種だと思ってもらっていいわけですね。これはね、糖尿病患者にとってはすごく嬉しいあの食品で、うん、麺みたいなものをちょっと食べたいなと思った時にこれがあれば、あの血糖値を上げることなく麺のような食感を楽しむことができるということです。麺っぽいねものを食べてるなあの人っていう、周りもねそういう目で見てくれるし、自分もその麺を食べてるという満足感が得られるので、非常に食品としてはありがたいものですね。難点があるとしたら入手が難しいっていうことですよね。中華専門の食材を扱ってるとこだったら売ってると思うんだけど、通常これ手に入らないです。で中華料理屋でもこれがある店とない店とあって、たまたまここはね置いてるんですけど、他の中華屋行って必ずあるかって言ったら、それは言い切れないですよね。だからもっとこれがね手軽に手に入るようになると嬉しいですよね。元が高野豆腐なので、高野豆腐を作ってるメーカーさんがちょっとね気を利かせて作ってくれるとすごく嬉しいんですけどね。だからこれでラーメンとかね健康食品と歌って作ったら結構、健常者向けでもヒットするんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょうね、高野豆腐メーカーさんやってくれないですかね。この日はね結構
構いただきましたよ。炭水化物を食べてないとはいえね、皿の数はまあまあありますよね。まあチャーハンとかね、ラーメンとか食べちゃうとこんなに食べられないんだけど、まあおかずだけだとそこそこ食べられますね。というわけでごちそうさまでした。では、血糖値を測っていこうと思います。この日はね、家で事前に食材の血糖値を測っていったんですけど、その血糖値は101でした。で、食後60分後の血糖値、家に帰ってから計測したんですが108でしたね。で、ここからね、また大幅に上がってくるようなことは考えられないので、一応、計測はここまでにしたんですが、上がってもね、まあ10も上がらなかったんじゃないかなと思います。というわけでね、まあ今回はそうですね、7か7の上昇、まあ上がってても10ぐらいしか上がってないだろうなと思います。で、中華であるということは、まあそこそこ油があるので、で、まあ脂質がね、血糖値上昇を抑えるということと、まあそれに加えて、今回ほとんど炭水化物を取ってないので、炭水化物らしい炭水化物っておそらくこの餃子の皮ぐらいだと思うんですよね。まああとは調味料とか、ノンアルコールビールに少しあるかな。まあその程度だと思います。というわけで、中華は基本的に血糖値を上げませんという結果ですね。まあもちろんチャーハンとかラーメンとか食べたらダメですよ。だから、糖質をね、抑えるような食品が結構多いので、選んで食べさえすれば、中華は食べに行って大丈夫ということですね。結構お腹いっぱい食べましたからね。これで上がってないんだから、安心して行って大丈夫ということです。はい、糖尿病小話です。今週のね、糖尿病小話は爪の話をしようかなと思うんですが、爪って皆さんまじまじと見たことありますかね。ちなみに僕の爪はこんな感じですけど、まあごく普通の爪ですね。この根元が白くて、あとはこうグラデーションで徐々にピンクが薄くなっていくっていう感じなんですけど、これは正常な爪です。自画自賛するわけじゃないんだけど、健康な爪の状態はこういう感じですね。まあもちろんね、年齢相応に荒れてたりはするんだけど、ガサガサしてたりはするんだけど、まあ色とか形とかがもうごく普通ですね。で、爪っていうのはね、実は皮膚の一種なんですね。で、皮膚が硬くなった状態が、爪なんですよ。爪はね、爪甲という文字を書いて、で、この末端にある皮なわけなので、体の不調っていうのがね、ここに現れやすいんですね。先端によく、だから不調になると体の先端が痛むって、まあ痺れたりとか、そういう状態が出てくると思うんですが、色とか形でそれが分かるのが爪なんですね。で、真ん中がね、へこんでる状態、スプーンネイルとか言うんですけど、あと2枚爪ね、こう先っぽがね、2枚に割れてきたり、相乗に剥がれていくっていう感じですね。あと青白くなったりとかね。で、まあそういう、まあ、色とか形とか状態で、まあ、いろいろと健康状態が、悪くなっていくわけなんですけど、そのスプーンネイルとか2枚爪とか青白く変色すると、だいたいね、鉄欠乏症になってくる。まあ鉄欠乏症って、血がね、作られにくくなるっていうことですよね。だから症状としては、まあ、貧血とか、あと心疾患とかになるんじゃないかな。であと爪の根元からこう中腹というか中よりもさらに先端に向かって白くなってる状態、テリー爪っていうんですけど、そうすると肝硬変とか、あと慢性の心不全で糖尿病、腎不全、これがね、状態悪くなってくるとそこまでいきます。で、僕の場合は糖尿病なんだけど、根元が白いだけなので、これは正常な状態なので、比較的まあ収まってる方かなっていう感じですね。他にもね、真ん中が極端に盛り上がってるバチ状爪ですね。爪の真ん中がこう盛り上がってる人、まあちょっとね、ふっくらしてるぐらいは正常なんですけど、極端に盛り上がってると肺とかね、呼吸器系の病気になってる人、そういう人は全般はなんかこう爪がね、真ん中が異様にこう盛り上がった状態にまん丸くね、なっちゃってるっていうのが多いです。で、あと爪に縦筋ができている、まあ
乾燥とかね、加齢とか、あと、まあ、ストレス、睡眠不足とか、まあ、そういうので爪がねガサガサとこう割れたりとか乾燥したりとか、縦に筋がやたらできてるとかっていう状態になりがちです。でそれはまだねいいんですけど、あの黒いね濃い縦筋ができた場合はもしかすると皮膚がんの可能性がある。これほくろの一種なので、そういう場合はね皮膚がんの可能性があるのでちょっと気をつけてみてください。黒い縦筋がついてたらちょっと要注意ですね。こんなねせっかく体の不調をいろいろとね伝えてくれている爪なんですけど、これにねまあ色を塗るまではいいですけど、磨いたりとか、まあ身だしなみってことありますからね、あろうことかお絵描きしたりね、で上になんかデコレーション飾りゴテゴテつけてみたりっていう大バカ者がいますよね。まあ個人の趣味だからね口出すべきじゃないって言われちゃうかもしれないけど、もう絶対やめた方がいい。そうですね、体の不調を隠すためにおしろい塗ったりとかね、黄疸が出てるのをおしろいファンデーション塗ってね隠したりとか、まあ、そんな状態で医者行ったって医者は正常な判断できないでしょ。だから体の不調っていうことをまあ表す、せっかくサインが出るものなのにそれを隠すっていうのはどうなんだろうっていう話ですよね。そもそも幼稚ですよね、あの爪になんか絵描いたりとかね飾り付けしたり、まあ、若い子はいいよ、若い子はいいけど、ある程度年齢いったら、まあ、そろそろ自分の体もね気遣いしなきゃいけないから、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないと思いました。まあねこれ見てる人は大体男なのでそんなことしてる人はねほぼいないと思うんですけど、女性に多い。まあ個人の趣味だからねあれこれ言うべきじゃないのかもしれないけど、健康状態を知るせっかくのサインなので、まあ、そういうのはね隠すべきじゃないというお話でした。ではまた。